B なら B する前に A します。順番を言うときに使います。ここは辞書形です。ご飯を食べた後で歯を磨きます。 A、B なら A した後で B します。ここは動詞他形です。1つ目、前にの前の動詞は辞書形を使います。辞書形です。例えば、日本へ来る前に3ヶ月日本語を勉強しました。たです。過去でも前にの前は辞書形です。次、2つ目、後での前の動詞は他形です。他形を使います。私はスポーツをした後でビールを飲みます。他じゃありませんね。過去じゃありません。でも後での前は他形です。気をつけてくださいね。